生のキッチン横塚さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。今日はですね、鶏の胸肉をマスタード挟んで焼いていきましょうね。焼きトマトも添えてみました。ソース代わりに召し上がってください。材料です。はい、マスタードチキン、からしはね2種類使います。練りがらしと粒マスタード、そして衣にはパン粉、粉チーズ、薄力粉使っていきましょう。油も用意してくださいね。焼きトマトソースです。さっきの蜂蜜美味しそうだったんですけれども、こちらも蜂蜜使います。トマト、パセリ、蜂蜜、醤油、塩コショウで味をつけていきましょう。付け合わせは何でも結構です。今日はジャガイモとそれからスナップエンドを添えてみました。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さあ、では作っていきましょう。まず鶏胸肉からいきましょうね。鶏肉なんですけれども、胸にしました。ももだとね、ちょっと筋肉がいっぱい複雑に入っているので薄くしにくいのでね、もし包丁慣れてれば包丁をペタンと寝かせて、こうじゃなくね、寝かせて薄く、2人だったら4枚、3人だったら6枚ぐらいに切っていってください。もし無理だったらもう最初からちょっとね、厚めに切っていっていいです。こうブツブツブツと、このぐらいでね。3人ということで6枚ぐらいに切りましょうか。そしてこの辺のね、形の揃ってる2枚ぐらいを肉たたきで叩いていってしまいましょう。こうしてね、肉たたきがあればなんですけれども、なければすりこぎで結構です。そしてなるべく薄く薄く叩いていきます。叩きすぎるとこういうふうにちぎれることもありますので、一応優しく叩いてくださいね。さあ、伸びました。そして今日マスタード2種類って言ったんですけれども、粒マスタードとそれからこれ和がらし、練りがらしですね、これ2種類使っていきます。はい、ポイントです。これね、あのツーンっていう辛みが美味しいんですよね。なので和がらし足してみました。こうするとあのこの粒マスタードの酸味もね、ちょっと和らいでお互いに美味しくなりますので、おすすめですよ、サンドイッチの時もね。さあ、これを間に切って塗って、ちょっと多めになってもいいですよ。はい、両方塗るところでした。片方だけでいいですよ、1枚だけでね。で、重ねていきましょう。なるほど、ペタッとね。特に薄力粉とかつけなくても大丈夫です。外側の衣だけで OK です。これパン粉です。なるべく細かいパン粉がいいので、手でスリスリしてもいいですよ。すり鉢ですってもね。あと細引きっていうのも売ってますからね。パン粉、それから薄力粉、粉チーズが入りました。これを衣にしていきましょう。はい、つけていきますよ。よいしょちぎれてましたね、すいません大丈夫大丈夫、混ぜちゃいましょう。はい、こんな感じです。綺麗につくんですよ。これパリパリっていうのと、あとはしっとりした食感、両方楽しめますからね。パン粉と小麦粉一緒に使うとおすすめですよ。はい、では油引きます。粉がついてる時には油ちょっと多めに入れてくださいね。はい、いきます。はい、そしてもう1枚、はい、ちょっと強めの火加減で焼いていきましょう。はい、でひっくり返し頃ですけれども、縁がね白っぽくなってきたら、時々こう様子見ながらね、ちょっと見せて、まだですね、少し色がついたらひっくり返しましょうね。はい、パン粉焦げてきたからいい感じかしら、返しちゃいますね。よいしょ、はい、はい、こんな感じでね、薄いので火は通りやすいと思います。さあ、ではでもね、あと1分ぐらいは焼きたいので、もし早くしたい時には蓋をしてね、なんか蒸し焼きにしていってもいいですしね。今日はちょっと焼いてあるのを用意してます。こちらです。綺麗に焼けたでしょ、こんがり、ね、じゃあ取り出しましょう。もうお皿に盛り付けていきますね。あら、美味しそう。はい、そしてドイちゃんもね。はい、でこれね、ちょっと肉汁出てて美味しそうじゃないですか、ここね。さあ、トマトなんですけれども、輪切りにしました。小さめのトマトだとね、2、3人分ちょうどだと思います。こうして、でこっちの皮の方にはあんまり粉つかないんですが、さっきつけたのが残ってるでしょ、パン粉が。それを両面につけてくださいね。はい、でちょっと油出しましょう。うわ、すごい跳ねてますね。はい、油を入れて、はい、焼きます。はい、ポイントです。
これね、細かくしてソースにしてもよかったんですけれども、やっぱり形が残ってる方がね、ボリューミーな感じでいいんですよ。はい、ちょっと焦げておりますよ。はい、ひっくり返します。で、トマトなのであんまり火を通しすぎないでくださいね。よいしょ。はい、じゃあこのぐらいで味をつけていきましょう。今日はね、トミヤの蜂蜜じゃなかったんです、ごめんなさいね。蜂蜜と、はい、そのうち使える日が来るでしょう。もったいないですね。でもあの蜂蜜だとそのままが美味しいのかな。はい、お醤油も入ります。はい、絡めてください。ここでね、さっきの肉汁もここに絡んできますからね。パセリです。そして胡椒と、はい、お塩。これソース代わりなのでね、ちょっと味濃いめにしてますからね。はい、ちょっと添えましょうね。はい、OK。 あら、ちょっとこのトマトに素晴らしく胡椒が張り付いてますね。さあ、できました。完成です。はい、出来上がりました。マスタードチキン&焼きトマトでございます。はい。